皆さんこんにちは、増田俊雄でございます。昨日は中国についてお話ししまして、チャイナセブンの一人と私の友人で、国営シンクタンクの理事長をやってらっしゃる方とのお話などについてお話ししました。まあ、私の方から提案ということはないんですが、講師ではどうかというような話をしたわけなんですが、それよりも何よりもですね、この今開かれました共産党大会、5年に一度開かれるこの共産党大会、これでいろいろ重要なことが決まるわけで、特に共産党員の人にしてみるとですね、これ人事、相当数多くのですね、人事が決まるわけです。引退する人、また新たに入る人、これがですね、今中国にとっては最も重要で注目すべきことということで、このところアメリカにどうするかこうするかというようなですね、ことのゆとりがないというのがですね、どうも正直なところらしいんですね。私の考えはこの、中国に対して負けて勝つというようなお話をしたわけなんですが、やっぱり中国というのはメンツの国でして、実際であれ、表向きであれ、その負けるというのがですね、非常に、苦手というか、非常にメンツを大事にするところがあるわけですね。ですから負けてもですね、表向きは勝ったという方がですね、中国に、合っているということで、その辺がちょっとアメリカと違うところですね。アメリカは現実を求めですね、中国は格好を求めると言えばそれまでですが、なかなか格好を求めながらもですね、アメリカも舌を巻くような狡猾さ、ずるさ、アメリカ流に言えばスマートさというのがあるわけなんですが、いずれにしてもですね、今難しい話はやってる暇がないということでした。で、幸いというんでしょうか、実はそのチャイナセブンの方に私のことを話していただいたんですが、その際にですね、今の党大会が終わった後ですね、適当な時を見計らって、増田さんに中国に来てもらえないかと、それで主だった人にいろいろ増田さんの面白い話を聞かせてもらいたいと。なかなか中国というところは調査網が発達してまして、私が日本でこの時直言をやってることから、こうして皆さんにお話をしていることからですね、何からかにまで全部分かってるわけなんですね。その上で、来てくれというわけですから、まんざらお世辞でもなさそうだと、というふうに思いましたんで、はいはいとそちらで前もって日にちを決めていただきましたら、かけさんじますと、こう言っておいたわけなんです。で、今からもう決まってるんですが、ご存じの通り、私はアメリカのシンクタンクに入っておりまして、ユダヤ系の保守派ですかね、のシンクタンクから、フェローになってくれと、シニアフェローっていうんですが、最近就任させてもらったんですが、アメリカの方のシンクタンクではですね、やはり同じようにスピーチをしてくれと言ってよく頼まれるんですが、近いうちワシントン DC にですね、呼ばれてまして、11月の確か10日から20日の間だったと思いますが、日にちはこれから決まりますが、その間にですね、ワシントン DC のシンクタンクで、
何か会合があるのでそこでまあ話をしてくれということで、どういう話をしてくれますかと言われたんで、中国のアキレス腱ということでお話をしましょうと、こういうふうに申し上げました。さて中国の方に呼ばれてまたお話をするんですが、その題名は何かというとアメリカのアキレス腱なんなんかまあ調子がいいというか、まあどうなってるんだというふうに皆さん方思うかもしれませんが、中国が必要なことはアメリカの弱みでして、アメリカが望む知りたいのは中国の弱みなんです。でこれ両方私はよく知ってますので、そういう話をしましょうということで、まあできれば中国でも重宝がられ、アメリカでも重宝がられるというのがまあ私の望みでありまして、まあ私の哲学、政治力学に関する私の哲学がありまして、政治家であれ何であれですね、まあ日本ではなんか二足のわらじを履くっていうのは、よくないことだということになるわけですね。こちらでチャラチャラしといて、またこちらに来てですね、チャラチャラする。敵味方をですね、行ったり来たりしてるというのは、これはとても信用できる人間ではないということになるわけで、二足のわらじというのは、あまり信用できないということの代名詞なんですね。それが三足のわらじなのって言ったらですね、もうお話のほかというのが、まあ日本の文化というのですかね。日本の考え方なんですけども、私はそこはちょっと違ってまして、トルコのですね、エルドアン大統領という方がいるんですが、私はなかなかやり手だなと思って前から注目してるんですが、プーチン大統領に 3,4 日前に会いまして、ここはですね、まあいつまでも戦争をしないで、ここらが引け時ではないかと、なんならバイデン大統領と直接会って話をするのも一つの選択肢ではないかということで、まあ仲介役を務めるというふうになったわけなんですが、まあプーチン大統領の方はやる気があったわけなんですが、バイデン大統領の方がまっぴらごめんだというふうに断ったわけですね。これはエルドアン大統領と私は話したことはないんですが、これでエルドアン大統領がまあどちらにつくかというと語弊があるんですが、トルコはNATO の会員ですからね、NATO のメンバーですからね、NATO 加盟国なんですね。だからそういう意味では西側、アメリカ側ということになるんですが、やはり一方ではですね、まあインドと同じようにですね、上海協力機構、ここにですね、イランに続いてトルコもですね、加盟したいということで申請しているわけですね。だからまさしく二足のわらじなんですよ。中国、ロシア側に右足を入れて、左足はですね、NATO の加盟国ですからね、バッチリと西側に足を入れているということなんですね。インドのモディ首相もですね、私は立派な政治家だというふうに思っておりまして、その点、エルドアン大統領も同格だというふうに見ております。インドも上海協力機構の立派なメンバーで、安倍首相が立ち上げたクアッド、アメリカ、オーストラリア、インド、日本ということで中国包囲網という戦略があるわけですが、その中でインドはこの欠かせない重要なメンバーなんですね。でそういう立場にありながら、今度は NATO に敵対する、上海協力機構に入ってるっていうんですから、これも二足のわらじもいいとこなんですね。そういうわけで、私は二足のわらじとか三足のわらじを履く。そして、それぞれの国からですね、
いろいろと求められると、お願い事をされるというのが最高だと。できたら10足ぐらいのわらじを履いた方がいいっていうのが、まあ私の考えでして、そういう意味では日本の文化とは全く合わないわけなんですが、合おうと合わなかろうとですね、政治的に、利益が確保されればいいわけで、この世の中、特に世界、国際政治において、勝つか負けるかということは、相手の富を自分の富にするかしないかに尽きるわけですよ。それを犯罪にならないように、世界から嫌われないように、批判されないように、世界から拍手喝采をされながら、人の富を伐採といただくというのが立派な政治なんですね。こういう観点からは私はものを見ておりますので、今言いましたように二足のわらじじゃありませんけども、アメリカでは中国のアキレス腱、中国ではアメリカのアキレス腱、そして双方から求められるというような立場になろうと思っているわけであります。ところで、中国共産党大会のことなんですが、ちょっと習近平さんも完全に完璧な形で独裁政権を維持していくのは難しいんじゃないかというような話をこの前しました。そして江沢民と、まあ江沢民派というですね、上海閥がバックのですね、江沢民がまあ反旗を翻しているということで、まあしかしながらなんとかですね、胡錦涛、だから胡錦涛派と江沢民派と習近平派とあったわけなんですが、このところでですね、胡錦涛だけは自分の方にこの近づけたと、自分の方の陣営に入れたということを今回の党大会の時にみんなに披露しましたね。そんなことは別に口でも何も言いませんけども、これはまあパフォーマンスなんですよ。胡錦涛にですね、ちょっとお年ですからちょっと足の具合が悪いみたいなんですが、しきりにですね、胡錦涛さんを支えて、そしていろいろとですね、いかにも気にしてるんだというようなパフォーマンスをする。そして胡錦涛の方はもうありがたいと言って、この態度で返事をすると、これをですね、何千人もいる共産党員の幹部に見せるわけですよ。で、これがまあ一つの、なんて言うんでしょうか、芝居なんですね。そういうことがあったんですが、胡錦涛、毛沢東の方はですね、欠席ですね、来ませんでしたね。まあ当然とや当然ですが、一つ私気になるのは、王岐山というですね、習近平の右腕になって、江沢民その他のですね、反対派をどんどん粛清していった、まあ、習近平にしてみると、全くありがたい、お父さんみたいな人なんですが、この方がですね、欠席をしていたのがちょっと気になるというところであります。まあ、いずれにしてもですね、この党大会が終わりますと、人事、重要な人事が決まりますね。一番重要な人事っていうのは、李克強、今首相ですね、李克強の後任、これが誰になるかで相当派閥の何て言うんでしょうか、流れというのが見えてくるというふうに思っております。まあ今日はあまり興奮できる話はありませんでしたが、ここで一旦中国の件は終わりまして、10月の15日というのはですね、北朝鮮から5人の拉致家族が日本に帰ってきた記念すべき日なんですね。もう20年も経ちましたね。従いまして、次はですね、この北朝鮮拉致問題について突っ込んだお話をしたいと思っております。